ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ちゃお。さあ今回はどんな解説をしてくれるのかしら？今回の解説はこれだ。やりすぎにも程がある広告画像の闇加工8000。ああ、フェイク広告ってやつでしょ？ああいうのって表示されるたびに不快な気分になるから嫌なのよね。くふふ、だから今回はそんな広告のやりすぎ加工画像を見て笑ってやろうというのさ。確かに一人で見ると不快でもみんなで見ると笑えるかもしれないわね。どんな闇の広告画像が出てくるのかしら？解説お願いします。ではでは、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは、不快な、飛び出るぞ、でおなじみの毛穴関連の画像を紹介するぜ。おなじみと言われてもセンスのないセリフだなぁとしか。これを見ても同じことが言えるかな？ちょこの人、鼻の頭に何乗っけてるのよ。本人曰く鼻の角栓だそうなんだが。ハリネズミの背中みたいになっちゃってんじゃないの。揃いも揃って雑な子らしてんじゃないのよ。まあまあ落ち着け。それより、この物体の正体を知りたくないか？そりゃまあ、なんなのこれ？これ、サンゴらしいぜ。え？サンゴって、これだよこれ。こういうの縮小して貼り付ければそれっぽくならないか？確かに。朗報愛、鼻の頭でサンゴを育てることに成功する。ぶっはむちゃくちゃくすくしたい。サンゴ、むっちゃ癒されるぞ。鼻の頭で育てんのマジおすすめや。世界中でサンゴ礁が破壊されとるみたいやし、これからみんなの鼻で育てようや。あかん。鼻の頭でサンゴがつぼる。他にも年季の入ったサンゴの人が。何誇らしげにわろとんねん。あと、手のひらに乗っけてるのは何なのよ？大米かな。だとしたら綺麗に精米されてんじゃないのよ。せめて玄米使いなさいよ。お次はこれなんだが、これ、なんだと思う？なんかの結晶？これね、尿路結石。尿路結石って本気で鼻の頭から何生やしてんのよ。ちなみにこんなパターンもあるぞ。どっから出てきたのよこのデカ物は。Y 君の尿道からなんだよな。いや、どっから画像持ってきてるのよ。ほんとだよな。尿路結石を角質ってことにして鼻の頭に貼り付けたろってのが常人の発想じゃないぜ。類稀なる発想力も出来上がったのがこのクソコラじゃねえ。じゃ、次はみんな大好き脂肪弁を見てみるか。脂肪弁って言うと、ほれ、なんかこういう謎の物体が画面に出てくることあるだろ。あ、これ見たことある。本気でこのブヨブヨしたのって何なのよ？紅茶キノコってやつらしいが。ああ、この浮いてるのを手に持ってたのね。で、これを食べるの？いや、液体の方を飲むらしい。でまあ、飲むとこんな効果が出るとかでないとか。トイレに油が浮いてたってのは分かったけど、10年分の何？多分、宿便だな。なるほど、溜まってた便が出たってことなのね。それで、これ飲むとお尻から油が出るわけ？んなわけねえだろ。これを見ればわかるように。さっむちゃくちゃでかい脂肪の塊が、お腹の中にこんな便が5キロも潜んでいるなんて、こんなクソコラ信じるなよ。明らかに脂肪瓶とやらが浮いてるだろ。確かに、こっちの方がまだしもマシだぜ。こっちはちゃんと持ってるように見えるけど。ま、この模型が脂肪弁なら脂肪弁で構わねえけどな。問題は5キロの脂肪弁が出るってのがどういう状態なのかってことさ。言うて、脂肪が弁となって出てくれるのは良いことではあるんじゃないの？そうか？社会的に終わるぞ。まず、常に肛門から油が漏れる。ええ？そして通常の大便以上に悪臭を放つ脂肪弁を漏らし続けることになる。ひえ？これなら鼻でサンゴ育ててた方がまだしも健全だろ。どっちもどっちかな。さて、汚いもんばっか見てきたからここらで目の保養といこうか。で、でけえカップからこれ何カップあるのよ。信じがたいことだが、テンチムやアビルユーが愛用しているサプリだから間違いないだろう。確かにテンチムは A から F カップになったって言ってたけど、あれって包茎。なら、テンチムの胸には効果がなかったかもしれないが。だったらなんでテンチムの名前出してんのよ。おっぱい大きくなったって言ってたからじゃねえの？知らんけど。で、このアフターがやりすぎ加工ってことなのね。いや、やりすぎはビフォーの方だぜ。元画像はこれだ。ほんとだこれと比べてみたら悪意の塊みたいにぺったんこにされてる。ちなみにこれに使われた声優の水木奈々さんは、しかも元の写真よりさらに平らに加工されてて、と自らネタにしていたぞ。たくましい。ちなみに広告には3分割バージョンもあるからそれも見せておこう。いや、第二形態を登場させる意味よ。さて、目の保養もできたところでまた汚いものを見ていこうか。まあ、そういう企画なんだけれども、次の広告画像は覚悟してみてくれよ。ごくりそ、そんなに。じゃあ、行くぞ。濃い目のブヨブヨばあさん。で、出たー。はっはっは、どうだこの画像の威力は？いや、普通に怖いしアップが不快なのよ。他にもこんなばあさんが、ほらほら、冷蔵庫のあれでたるみがピン。いい加減にしろお前のようなババアがいるか。
うぐっと押してバレたんだ。え？本当に？ああ、このババアの正体はこれだぜ。なんでそんな意味のない加工をするの？普通におばあさんの写真を撮ればいいじゃない。ああ、本気で意味わかんねえよな。そりゃそうと、目の下ブヨブヨはいろんなバリエーションがあってな。いやもうこの取ってつけた感よ。おや？どこかで見たような気が。さっきの子よね？一個の画像を使い回しで魔改造してんじゃないわよ。これが本当なら NHK ぶっ壊した方がいいよな。待って NHK ぶっ壊すとかそういうこと言わないで、これは何かの間違いよ。言うて名指しで NHK だぜ。いやいや、日本ヘルスケア協会、略して NHK かもしれないじゃない。おい、言いがかりはよせ。日本ヘルスケア協会の略称は JHI だぜ。ほんまにあったんかい。つか、放送って書いてあるんだよな。あ、あかんわ NHK スクランブル放送派よ。そしてババアは次のステージへ。もはやどこに向けて誰に訴えかけているのかわからない。まあ待て、ここに紙クリームを試したシワババアがいるじゃろ。確実に生まれ変わってんじゃないのよ。うむ、ババアが来世と旅立ったところで次はシミ関連の広告を見ていこうか。洗顔後に丸々してない女性出てこいや。もう、どこから突っ込めばよいのかわからない。この妖怪のことはともかく、シミはペリッと取る時代なんだそうだぜ。これ、本当だったらすごいけど。腕にできたシミだってほらこの通り。いやいや、魔法すぎるでしょ。おいおい、シミじゃないとしたらこのペリッと剥がれてるのは何なんだよ。それは何か知らないけど、ともかく何かのカスよ。お、正解。え？本当に当たっちゃった。このシミの正体はドライフルーツの皮だぜ。しょぼいて使ってんじゃないわよ。そしてシミとは何なのかを世に問う広告も。シミどころかシワまでなくなっとるやんけ。あとさ、これは一体何なんだろう？私が聞きたいわよ。強いて言うならあれ、餃子焼いた時に薄い膜みたいなのできるじゃない？あ、餃子の羽ってやつか。じゃあ、これはこれでいいとして。医者が塗ってみな、シミ飛ぶぞって言ってるんだが。冒頭でもそういうノリのセリフあったような。これは一体何なんだろうな。だから知らないっての、次行きましょ次。じゃあ、次は歯に関する広告なんだが、これがまた汚ねえんだ。見たいような見たくないような。じゃあ、とりあえずワンクッション置くか。あ、おばあさんは来世に行っててどうぞ。お、もういいか。じゃあはい、どーん。なんだろう？均等に塗られてて帰って汚さが足りないっていうか。じゃあ、続けてこいつもお披露目するぜ。あ、これは汚いわ。反応がいまいちだな。やっぱこういうのの方が売ってくるよな。あ、無理無理。こういうナチュラルに臭そうなのはちょっと。それはそうと、洗面所のあれって何なの？どうやら重曹のことを言ってるようだな。え？重曹って歯磨きに使えるの？そりゃあれで磨くと綺麗にはなるけど。洗面所とか台所に普通に置いてあるやつだとすれば。すれば？かえって虫歯になりやすくなる。歯のエナメル質が削れちゃうからな。じゃあ、この広告は何がしたいわけ？重曹を配合した歯磨き粉でも売りたいんじゃないか？間違っても重曹をそのまま使って歯磨きなんてしちゃいけないぞ。やっぱり、それで白い歯になるなら誰も歯磨き粉なんて買わないわよね。だな。じゃ、最後に気持ち悪さのベクトルが違う画像を紹介しておくか。歯の白さと引き換えに人間をやめてしまった男だ。気持ち悪。はい、というわけで白くするついでに歯の本数まで増やしちゃった男性でした。じゃあ、次はみんな気になるダイエットの広告を見てみよう。ダイエット広告の中にはこういう誰得な画像を表示してくるものもあって。更年期主婦が夜のあそこ戦場という地獄のような情報までついてきてるわね。他にもこういった品のない広告で溢れているんだ。要するに何でもありなんだよな。まあ、それは今までの広告だって同じでしょ？ああ、この辺までなら同じだろうさ。あれ？どうしてかしら？見てて不安になるっていうか。それもそのはず。6ヶ月で 17.6 クグの減量に成功した彼女は空間を歪ませる力を得てしまったぜ。要するに、ドアまで一緒に痩せてる。ほんとだ。なんか人間っぽくないっていうか、スレンダーマンみたいな感じがしたのよね。でも、これがやりすぎかって言われると。やりすぎって言うならこっちの方がそうかもな。確かにこれは気持ち悪い。まあ、本題はこれなんだが。普通のビフォーアフターじゃないの？そんな違和感ないし、よくここまで頑張ったなーって思うだけよ。ちなみにこれ、アフタービフォアらしいんだよな。え？どういうこと？そのままの意味だ。引き締まった体の男性をわざわざ太らせた。まさかのリアル加工。こういうの女性モデルもやってんだとしたらなかなか闇が深いよな。あと、動画のテーマとはまた違うんだが。この2ヶ月で100クグ以上痩せたエリナさん。すごい2ヶ月でって、この人どっかで見たような。おお、気づいたか。そう、私たちもお世話になってるフリー素材モデルの河村ゆかさんだ。そうそう。高校生の画像欲しい時よく使わせてもらってる。見ろ。エリナさんが誰かにアイスクリームをあげるわけないだろ。
それは偏見でしょ。それと私エリナさん結構好きなんだけど。はは、私もだぜ。意見があったところで最後の広告画像を見てもらおうか。目薬なしで白内障が治る犬だ。ちょ、このワンちゃんどうしちゃったのよ？白内障ってこんな風になっちゃうの？いやまあ、こんな感じになりはするんだけどな。じゃあ、これって本物なの？いや、元画像は普通に健康なダックスフントだぞ。よかった。この子は白内障じゃなかったのね。マジでなんでこんなことするのか謎だよな。でもまあ、ワンちゃんにカラコンとか虐待じみたことをしてるわけじゃなくて安心したわ。確かに、ここまでぶっ飛んだ連中ならそういうこともやりそうだぜ。ま、恋画像ばかり見せられたけれど、最後に可愛いワンちゃんが見られたからそれでよしとするわ。んじゃ、今回の動画はこれでおしまいだ。なんていうか、こういう広告って不快だしうざいのはうざいんだけど、こうやってその裏側を見てみるとちょっとだけ面白いわね。そうだな、鼻についてるわさわさわさんを。今日はこれだけでも覚えていってくれよな。その知識はどうでもいいけれど、普段うざいだけの広告でちょっとでもクスッと笑ってくれたなら幸いね。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。この動画が良いと思ったらチャンネル登録高評価、ベルマークの通知登録も忘れずにオンにしておいてね。それじゃあ次回の動画でお会いしましょう。次も絶対に見てちょうだいな。それじゃあ、バイバイ。